皆さんこんにちは、小林道場決裁塾長の小林です。笹川です。はい、今日はですね、学習院は G マーチの中で何番手なのかというですね、なかなか闇のバトル的なところをね、エスタ学に調べてきてもらいましたけれども、まあよくマーチ、G マーチ、ね、G をつけるか論争いろいろあると思うんですけれども、まあ今は結構もうね、学習院はマーチの中の一角としてこう扱われることが非常に多いのかなというふうに思います。まあその中でね、実際マーチの立ち位置なんかはどこなのかというところについて分析できればなと思っております。はい、実際過去の動画では、偏差値が一番低いことが多くて、でマーチから外されやすいのは偏差値が一番下だからって言われることもあったんですけども、果たして本当にそうなのかということで、個人的にちょっと物申したいことがありますし、コメント欄でも結構学習院を擁護するコメントあったので、今回は、難易度、人気度、就職力、そして教育力、この4つの指標で、調査していって、学習院が本当に6番手なのか、実際何番手ぐらいなのかっていうのを結論付けたいと思います。ただし今までの動画でも紹介している通り、自分の調査をしていっても明らかに、分かったことなんですけども、明治、青学、立教に関しては正直難易度の面でも人気度の面でも下だと言わざるを得ないかなと思ったので、今回は中央法制と比較していこうと思います。なるほど、一旦自分の青学は避けたのね。はい、避けました。なるほどね、いいでしょう。はい、行きましょう。はい、まずは基本情報から調査してきました。こちらはまだバトルには入らないです。そうですね、じゃあこんな感じになっています。規模がね、やっぱ中央とか法制はでっかいですからね。はい、そうですね、そこと比べると人数的には少ないし、学部学科の数もね、少ない。それは皆さんも知ってることですよね。はい、ただ立地はね、めっちゃいいからね。そうですね、水戸駅とかすぐ近くですね。そう、ほぼね、駅の真横みたいな感じのところにある。はい、では続いて、バトル1ということで、偏差値から比較していきます。はい、こちらはこんな感じになっています。こちら河合塾さんの偏差値なんですが、これ見ていくと、なんとなく学習院は突き抜けて難しい学部はないっていうことは感じると思うんですが、ただこれだとちょっとブレ幅が大きいので、もっと細かく見ていこうと思います。はい、はい、以下は4つの学部の3科目入試での偏差値となっています。こちらこんな感じです。でこうやって見ていくと、この3大学間ではあんまり差はないかなっていう印象ですね。そうですね、例えば、中央の方なんかはね、名門なんで、少しこう上限の偏差値が高いというのがありますけども、かなり似てはいますね。そうですね、先ほど中央や法制で突き抜けて難しいところがあったのは、特殊な入試方式を課しているからっていうのがあります。逆に学習院は従来の3科目型の入試を行っているので、偏差値がインフレしにくいっていうのがありますね。なるほどね。ちなみにベネッセさんの偏差値も見ていったんですが、こちらこんな感じで、あんまり差はないかなと。理工はちょっと中央高いですけども、法制とは結構いい勝負をしているかなっていう印象ですね。なるほどね。で、実際どうなのかと言いますと、受験者のレベルについて考えていこうと思うんですが、法制はチャレンジ層の受験生が多いというのも事実だと思います。なんとかマーチみたいなね。はい、倍率にも表れていますから、ね。で法制ならワンチャンとなっても、学習院ならワンチャンとはならないと思うんですよね。しかも学習院は特殊な入試方式を行っていないからこそ、地道に努力を積み重ねてきた人が受かりやすい、つまり逆転とかまぐれの合格が起こりにくいっていうのがあると思います。でそういう意味では、個人の相性による部分が大きいんですけども、学習院の方が法制よりも受けやすさという点ではハードルがちょっと高いのかなって思いますね。なるほどね。はい、ということで、結論としては、理系とか法学部とかその分中央がちょっとだけまだ高くて、で学習院と法制に関しては、正直言い難いんですけども、どっこいどっこいなのかと言いつつも、受けやすさという点では、法制の方が若干受けやすいのかなということで、学習院は一番下とはしませんでした。なるほど。でもいい勝負なんか出てる感はありますね。はい、はい、続いては人気度を比較していきます。人気度で序列をつけるのは賛否両論あるかもしれないんですけども、なんとなく明治、青学、立教は人気だっていうことは感じていると思います。本当にそうなの？はい、そうですね。自分の大学だから話じゃない。大丈夫かそれ。はい、ただ志願者数で比較していくと、学生数が少ない分学習院には分が悪いので、純粋な人気ランキングとか、あとはダブル合格した際の進学率で比較していきます。それはいいね。はい、こちら、高校3年生が志願したい大学ランキングという、リクルートさんの調査によるものなんですが、こちらは5位に中央大学、6位に法政大学ということで、かなり高いですね。で一方学習院大学どうなのかと言いますと、ランク外20位未満だったんですよね。でもね、これはやっぱさ、母数がでかい大学が有利じゃん。やっぱ明治とか日大とかでっかい大学が有利になっちゃうから、これはどうかとは思うけどね。はい、続いて全国シェアで考えていくとどうなのかということで、高校生114,453人が答えた。本当に答えたのかよ、これ、こんなに。こちらは8位に中央大学、15位11万人もマーチいけませんからね。学習院大学30位ということで、中央法制が軒並み上位で、特に中央大学はあの立地でそこまで人気が高いというのは思わなかったので、これは意外ですね。どうですかね、でもやっぱちょっとこれは損な比較だよね。学習院にちょっと不利な比較だよね。はい、知名度とか学生数の影響もあるんだと思いますけども、やっぱり昔から根付いているマーチブランドがちょっと大きいのかもしれないですね。そうだね。はい、
続いては、ダブル合格した際の進学率を調査してきました、はい、こちらまず、法政と学習院に関してなんですが、こちらは週刊朝日さんのデータによりますと、法政が 67%、 学習院が 33% ですね。おそう、はい、学部別のデータはなかったんですけども、まあ、法政大学の市外キャンパスの学部であれば、まあ、そっちを選択した人が圧倒的に多かったですね、うんうん、まあ、ちなみに5年前ぐらいまでは、まあ、学習院を選択している人が多かったので、まあ、近年は逆転したということが言えると思います。なるほどね、まあ、でも普通にね、なんか10-0じゃないって感じですよね。そうですね、うん、まあ、続いて中央と法政どうなのかと言いますと、こちら週刊東洋経済さんが調査してきたデータなんですが、うん、こちらは中央大学が 67%、うん、法政大学が 33% ということで、なるほど、まあ、全体的に見れば中央を選択する人が多いっていうことが言えました。なるほどね、まあ、ただやっぱり法政大学の市外キャンパスは場所がいいので、まあ、そっちの市外キャンパスの学部であればそっちを選択する人が多かったですね。経営とか商とかそっちだとかね、結構人気だけど、はい、あと逆にやっぱ名門だから法学部なんかはみんなね、多分中央の方行くだろう ね、 でね、はい、でまた昔に比べると差は縮まってきているかなっていう印象ですね。なるほど、まあ、昔は8割ぐらい中央を選んでた。あ、そうなんですね、はい、まあ、学習院と中央に関してはちょっとデータがなかったんですけども、うん、まあ、理工学部は中央大学が 75% で、文学部は五分五分といった感じでしたね。中央大学文学部あんまり偏差値高くないので、うん、その中で5分、まあ、5割ぐらいの人が中央大学を選んでいるというのはすごいですね、うん、ということで、人気度という面では、まあ、やっぱり中央がちょっと高いのかなっていう印象です、うん、で続いて法政大学で、最後は、まあ、ちょっと不利な比較ではありましたけども、まあ、学習院がちょっと人気度として落ちるのかなっていう印象ですね、うん、まあ、知名度的にはねしょうがない部分はありますよね。ただやっぱり立地が強いんでね、はい、はい、まあ、そこはいいところだと思います、はい、続いては教育力を比較していきます。まずは2021年度の科研費の採択件数ですね、うん、こちらはこんな感じになっています、はい、中央大学がこの中では一番高かったですね、うん、学習院大学は、まあ、理学部しかないっていうのはちょっと不利な、そうだね、ただいたと思うんですけども、うん、ね、まあ、それでも、まあ、145位ということでこの中だと一番下になりました、うん、続いては専任教員数を比較していきます。こちらはこんな感じになっています、うん、学習院大学は教員1人当たりの学生数が少なくて比較的小規模な授業を展開しているということが言えると思います、ね、まあ手厚いか分かんないけど、まあ、手厚い可能性があるという感じですね、うん、大学からの面倒見がいいということです、うん、そういうことだね、はい、続いては世界大学ランキング日本版のランキングを見ていこうと思います、うん、こちらはこんな感じになっていますね、はい、中央と学習院がまあ大体同じくらい、まあ、ちょっと中央が高いといったくらいで、うん、法政はこの中だと一番下という感じになります。なるほど、まあ、何をもって教育力が高いかというのはいろいろあるんだと思いますけども、まあ、データをいろいろ見ていくと、まあ、こんな感じになっていますね。なるほど、はい、まあ、中央は理系がちょっと強いので、まあ、教育の成果とか充実度が高いですね、うん、で学習院はまあ教員の学生に対する面倒見がいいっていうところとか、うんうん、あとは近年話題の国際社会学部のおかげもあって、まあ、国際性が高く評価されています、ね、はい、では次行きましょう、はい、最後は就職力を比較していきます。まずは有名企業400社への実就職率を比較していきました。こちらこんな感じになっていますね。まあ結構どこも同じような勝負ですね、これね。そうですね、まあ、大差はないんですけども、うん、まあ、中央がちょっと高くて、まあ、法政と学習院が、ね、うん、似たような感じという感じ、まあ、ただ本当だって並んでるようなレベルだから、うん、まあ、すぐ逆転とかもしちゃうかもしれないんで、まあ、ほぼ同じですよね。とはいえ学習院はこれ年々低下してきているんですよね、うん、あ、そうなんだ。2010年とか2016年見ていくとこんな感じで学習院もっと高かったんですね。本当だ、すごいね、はい、まあ、確実にちょっと学習院に関しては何か起こっているのかなっていうのがいいと思います、ね、うん、まあ、もしくはね他のところの就職が増えてる、公務員とかそういうところが増えてるのかもしれないし、ちょっとわからないけどね、はい。続いては平均年収を比較していきます、うん、まあ、平均年収に関してはさまざまなデータがあってちょっとまとめるのが難しかったんですけども、まあ、傾向としては、まあ、中央が一番高くて、まあ、学習院がその間で法政っていうデータが多かったですね。まあでもそんなに大差ないはずだよね、はい、うん、ここもだからさっきの有名企業への就職率と似てて、まあほぼ横並びと言っても過言ではないんじゃないかな、はい、では続いて公務員の合格実績がどうなのかと言いますと、うん、まあ、これは中央大学強いんじゃないかなってイメージを抱いてると思うんですけども、うん、じゃあこんな感じでやっぱり中央強いですね、うん、まあ、それ以外にも公認会計士とか司法試験の合格者も中央が抜きんでいるようになりました、うん、で有名企業への就職率もあの数値を叩き出しておきながら、うん、まあ、資格の実績でここまで法政学習を差をつけているあたりさすがだと思います、うん、なるほど、はい、ということで中央大学が就職力という観点ではトップに立つのかなっていう印象を受けますね。なるほどね、学習院の公務員の実績はなかったんですね。そうですね、あんまりそういうデータが載ってなかったですね、うん、なるほど、はい、で学習院と法政どっちかっていうのはちょっと言い難いんですけども、うん、まあ、昔からのブランドとか安定性という意味ではまあ、ちょっと怒られるかもしれないですけども、うん、学習院の方が上なのかなっていう、まあ、別に無理やり上下つけなくてもいいんで、はい、まあいい勝負って感じでもいいんじゃない、はい、うん、ではここまで述べてきて結論を言いたいと思います、はい、まあ、中央大学が、まあ、学習院法政中央の中でだと、まあ、一番手かなって思います、うん、法政と学習院に関しては、
まあ、これは正直どっこいどっこいかなっていう印象で、うんうん、まあ好みの問題だと思いますね。まあそうだね、はい、まあそれはもういい勝負だと思いますよ、はい、ということで、まあ、学習院は今回の比較だと、まあ、G マッチの中では法政と並んで5番手ということで、うん、最下位タイという言い方で、まあまあそうなっちゃうけどね、はい、まあまあでも悪くない位置につけてるってことだな、はい、そうですね、うん、はい、というわけでうまくなんか笹川君に失言をさせないように巻き取りましたけども、はい、まあ、でも確かにそのやっぱ全国的な知名度とかそういうところになっちゃうとどうしてもね、やっぱマーチが強いですからね、はい、うん、ただやっぱりその学習院も実力のある大学ですし、まあ、環境もいいところですからね、うん、なのでまああの普通にこう志望校としてぜひ、まあ、組み込んでほしいなというふうに思います、はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、で気持ちいいコーナーです。はい、志望校を選択する際に立地というものは、まあ、どれぐらい重視すべきですかという質問ですね。そうですね、まあ立地っていうのは2つの観点であって、まず1つはその単純なその立地ですよね。例えばその都会にあるのか田舎にあるのかとか、例えば東京都の中にあっても結構遠いところにあるとかってありえますよね。まずそこの立地っていう観点と、あとその結局自分が家から通うのか一人暮らしをするのかっていう意味での立地っていうのが2つありますよね。なので、まあ、後者の方は話が早くて、そもそも一人暮らしが大丈夫なのかダメなのか、あとは一人暮らしするとしたらどのエリアだったら家賃的にセーフなのかアウトなのか、もしくは寮とかに入れるのか、そういう検討になりますから、まあ、それはもうご自身でしてもらうしかないわけですね。じゃああとはそのそもそも大学がどこにあるかなんですが、まあ、個人的にはですよ、別になんかその都会にある、絶対に都会にある必要はないと思うんですけど、ただまあそれなりのいわゆるこう大きなターミナル駅とか繁華街とかに、まあその大学からまあ1時間とか、まあ、30分か1時間以内ぐらいに行けるような場所であった方がいいかなと思いますね、はい、うん、これなんでかって言えば大学生なんでやっぱりいろんな体験してほしいわけですよ。で別に遊び回ってほしいとかじゃなくてですね、まあいろいろね皆さんもこう経験をするね、誰かとご飯食べたりとか、まあ誰かとねこうまあなんていうのアルバイトね一緒にしたりとか、まあそういうこう経験っていうのをぜひとしてほしいので、まあ、そうすると全くそういうものがね周りにない環境だとちょっとまあ辛い部分はあるかなとは思うんですよね、うん、なのでまあできればまあ30分とかまあ長くても1時間ぐらいでそういうこうちょっと都会っていうかね比較的開けているところにまあ発展しているところに行けるぐらいの立地がいいのかなとは思いますけど、ただどれぐらい重視すべきかっていうとそれはもっと人それぞれだと思いますよ、うん、そうですね、うん、だってそれを言い出したら例えばさそのなんていうの、例えば大学の偏差値はどこまでこだわるべきなんですかとかそういうことになっちゃうんで、それはもう本当に人それぞれですからね、うん、ただまあ僕は例えばそのと本当に例えば学習院とかと比べれば別に立地で東大はね渋谷は近いけどでも渋谷から2駅だし 1,2 年生の頃はあと本郷三丁目は別に目の前が都会なわけじゃないのでそういうね場所でまあ大学行きましたけど、ただまあ比較的こう繁華街に出やすい場所ではあったんで、まあ、友達とご飯食べたりとかねそういうことにまあ不便はなかったし、まあ人とコミュニケーション取れてよかったなとは思ってます、はいはい、まあ、ただやっぱ最近は別にね人直接会うってだけがコミュニケーションじゃないんでね、ウェブで話したりするってことも多いのかもしれないですけどね、はい、まあ、そういうことも含めてぜひ考えてみてください。今日の話は以上です。